府中市郷土の森博物館は、東京都府中市にある多くの建築物を含む森全体が一体となった野外博物館である。多摩川のこれまさ緑地に隣接した自然の多い場所にあり、敷地面積は約14ヘクタールである。府中の歴史と文化と人の調和に貢献することを、館の使命とし、施設運営を行っている。 郷土資料の展示などをしている2階建ての本館を中核としてプラネタリウムを併設し、府中市域の江戸中期から昭和初期の建築物を移築復元して保存している。府中市は武蔵国の国府という中心地であったため遺跡が多く、それら市内遺跡からの出土品を展示している。昔の生活道具や農耕道具の展示と体験イベントを通じて、 当時の民族を伝えている。玉川の砂利採掘跡を利用しており、ハケ小川、浅間山、梅園など地形を再現し、それを生かした建物や、田畑などと歴史と自然を楽しめるようになっている。水平型関東最大級、ドーム計23メートルのプラネタリウムでも知られる。自然の多い園内を生かし、天体観望会なども行われる。常設展展示解説。 復元建築物解説をはじめ、各種イベント等が活発に行われる。梅園では、梅が収穫され、梅干し、梅ジャム、梅羊羹、梅酢が製造販売されている。府中人城小学校として建設された校舎で、その後府中市立府中第一小学校の校舎として1979年まで使用された2階建ての木造瓦原き校舎、中央部分である、 玄関前後を移築復元している。この学校は北多摩郡最大級の規模であった。大正時代の洋風建築が表された役場。玄関側はドーマーウィンドウを持つ洋風下見板張りの2階建て。裏手に和風の平屋が接続されている。幕末から明治期の五福店で府中塾の代表的な大棚。明治天皇の御座所としても使われた奥座敷を移築し、 当時の資料をもとに、屋敷全体を復元されたものである。江戸時代から続いた商家。一築に際しては建築当時の伝統的な工法を再現し、3年をかけて復元されたものである。1872年に、府中塾で最初に設置された郵便取扱所を復元。郵便制度が開始した翌年から、府中万馬塾の名主圏問屋である矢島家が郵便を、 取り扱っていた、ハケ状の養蚕の丘家。養蚕が盛んだった、明治後期の姿を復元したものである。典型的なハケ家の稲作の丘家。これまさ、村名主、三岡家文家の建築物であり、総塗り米倉造りの置き屋根形式という珍しい、形式の長屋門。水汲み場まで片つむじの殻のように渦を巻く坂を、左回りに降りていく巨大な井戸で、 平安時代のマイマイズ井戸の移行を復元したもの。武蔵野大地で複数発見されており、これは市内の小飛町で発掘されたもの。水位の低い土地における井戸の工夫を見ることができる。梅園中央自動車道の国立府中インターチェンジ、府中スマートインターチェンジから自動車で約10分。ブバイ河原の駅から博物館正門前まで10バス。徒歩の場合もよりは、 ブバイ河原の駅、府中本町駅、これまさ駅各駅から徒歩約15分。ありがとうございます。